が見ます。もうお前たち悪役なんだよ、ね、いくら頑張ったってお前たちはろくでもない人間であるということがもう証明されてるんだよ。地域住民の皆さん、昨年夏よりこの地域においてこの前を走る連帯ユニオンというならず者の集団があることないことをでたらめ惨敗、ね、捏造した、そういうことを宣伝して歩きました。これはですね、こいつらがある奈良間をですね、自分たちの活動家を送り込んで、そして団体交渉になるというですね、名目で社長を取り囲んで殴る蹴るの暴力を働いた連中ですよ。殴る蹴るの暴力集団、それが連帯奈良間関西、連帯ユニオン関西奈良間支部なんです。そこの灰原人間です。我々はですね、この事件絶対にうやむやにしない。和歌山県警はこれを捜査しなさいというですね、これから国民大衆運動を盛り上げていきます。こいつらを必ずやお縄にして、ね、司法の場に引き出して、自分たちのやってきたそういうですね、弱い者をいじめる、そういうことに対してですね、必ずや法のね、裁きを受けさせる、そういうことで我々は活動しています。地域住民の皆さん、この我々の前を走るこの赤とね、青のなんか北朝鮮の国旗みたいな配色なんですけど、これが暴力労組ですよ。ならず者集団、弱い者をいじめ、弱い者をいじめてですね、自分たちの権利ばかり主張してですね、あたかも自分たちが正義があるかのようなですね、とんでもない連中ですよ。常日頃は反権力だ、ね、反安倍、反警察だ、自分たちがですね、責められると怖くなって百刀が、ね、武健一、ね、裏社会とも通じているなどと言われております。中学だとお手を結びですね、裏社会に顔があって、ね、それでそういう力を利用してこれまでのし上がってきました。やられたことはないんですよ今までね。我々はやっつけるぞと、こんなインチキ野郎、竹健一、ね、岩虫、それをやっつけるぞと言ってきてるのに、百刀番ですよ。お前ら体かけて来いよな、たまには。皆さん、今我々の前を走っているこの車、これが連帯ユニオン、連帯ユニオンというですね、恐喝や恐喝、恐喝、ね、この人さ、奈良間業界から一両目あたり170円もの金をかすめ取ってですよ。そしてそのかすめ取ったお金で毎日毎日働きもしないで、ね、奈良間組合に圧力をかけるためにこうやって来てるんですよ。で、我々が来るとですね、怖くなっておじけづいて百刀番、ね、それで警察が来て帰りなさいと警察に言われて帰るんですね。これ皆さんよく覚えておいてくださいよ。去年の8月から散々この地域で、この地域でですね、あたかも自分たちが 正義であるかのようにですね、様相って凱旋かけていたこの連中です。売国でですね、最悪労働組合、北朝鮮にもたびたび行ってですね、北朝鮮の朝鮮労働党というですね、独裁政権とがっちり手を結んで、これ北朝鮮とね、つながるとんでもない極左なんですよ。とんでもない極左側には今日は百刀番、ね、警察助けてください。何も言ってよお前、そんなに警察に助けてもらうんだったら最初から反権力なんていうかっこいいこと言うなよな。
の後ろの方、いろいろ言ってください。お願いします。この次集団全体運用は出ていけ出ていけ。いや嘘で乗り固められた全体運用は若者にはいらない。いやんぞ貴様ら。付け回し、射程の付け回しや。もう一個あります。生徒さん内向を作りたい。あれ2つあるはずです。全体運用は必要ない。必要がない。当たりやばっかりやって強化をする全体運用は出てけ出てけ出てけ。それではスイッチ上げのこちらを送り、でも指示を。強化集団全体運用神田橋号徹底的に糾弾する。糾弾するぞ。糾弾するぞ。地域の皆さん見てください。この目の前の赤と青の北朝鮮カラーの車、北朝鮮とズブズブの関係で関西生コン支部、この和歌山の生コン業界を恐喝してですね、年間何億のお金も吸い取り、それを北朝鮮に送ってる人間なんですよこいつら。別の場所に行くって適当なとこで、階段の、こいつらね、とんでもないやつらです。一周ぐるって回ってから行けですね。これは待ってから。あーすいません。この関西生コン支部を今叩き出しました。ね、自分らから警察で呼びながらね、自分らが排除されてんですよ警察に。ね、恥ずかしもなくこうやってぐる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 回って、関西生コン支部、ね、これの一番の親方がね、ハゲ健一、あ、タケ健一か、ハゲ健一じゃねえんだよな、タケちゃんマン。ね、連れてこいよお前ら。どういう教育してんだ。労働者の味方なんて高級腕時計してんじゃないの。ああ、恥ずかしくもなくよ、暴力だみたいな顔してゴロつき聞いてんのか。おい関西生コン支部、ゴロつき集団、恐喝集団、えげつないやつら。なあお前ら恥ずかしくもなく岩佐生コンばっかり来てさ、脅かしてんだろ。変態、変態ユニオン。ああ、女の子つけ回す変態ユニオン。ああ、お前ら本当に変態だな。どうすんだお前ら。警察に電話しといて自分らから排除されてぐる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 回ってんじゃないか。早く帰れよ。大阪に帰れ帰れ。ああ、和歌山に関係ねえ人間は何来てんだよ。大阪の人間が。早く帰れよ。俺帰れ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 って。関西地区生コン支部は大阪に帰れ帰れ。和歌山に全然関係ないなにわナンバーは帰れ帰れ。和歌山に帰、和歌山から出ていけ出ていけ。関西地区生コン支部、大阪のモモンが和歌山の生コン業者を脅かしに来るんじゃねえ。地域の敵がこの共産主義もどき、赤い悪魔、北朝鮮の第5列、貴様らは国民の敵だ、民族の敵だ。今すぐ和歌山から出ていけ、恥知らず、変態、ゴロつき。